徳川家康の21人にも及んだ正室、側室の中で、ひときわ異彩を放つ女性がいた。甲冑に身を包み、徳川家康と共に戦場を駆け抜け、大阪冬の陣では豊臣方との交渉に当たった、阿茶の局だ。今回は、徳川家康から厚い信頼を受け、表舞台でも裏方としても活躍した阿茶の局を紹介するよ。NHK の大河ドラマ、どうする家康では、松本若菜さんが演じている人だね。そうだね、武芸や馬術に優れていた女性だと言われている。時代は違うが、以前この番組でも紹介した木曽義仲の愛称である巴御前のような女性だったのかもしれない。彼女も木曽義仲の側室にして同志パートナーのような関係だったから、阿茶の局も一緒じゃないかな。なるほど、現代で言うとバリバリ仕事ができるキャリアウーマンの社長秘書兼愛人みたいなもんかな。阿茶の局は1555年、天文24年、武田家に仕えた飯田直政の娘として誕生した。そして1574年、天正2年、19歳の時に武田信玄の異母弟、一条信達の家臣、神尾忠重のもとに嫁いだ。神尾忠重との間に、神尾盛雄、神尾盛重という二人の息子を設けたが、夫の神尾忠重は結婚後、わずか3年で亡くなってしまったんだ。若くして未亡人になってしまったんだね、気の毒に。その後、25歳の頃に徳川家康の側室に迎えられた。側室になった経緯はよくわからないが、阿茶の局が25歳というと1580年、天正8年頃だ。家康は人生最悪の時期に阿茶の局と出会ったことになる。で、どういうこと？1579年、天正7年に家康は正室の瀬名琴築山殿と息子の信康を失っている。それも自らの手にかけて。このあたりのことは瀬名、築山殿の末路、なぜ家康に殺されたのかで詳しく解説しているので、もしよろしかったらご覧になっていただけると幸いです。どのような経緯で家康の目に留まったのかはわからないが、ただ彼女が心の琴線に触れたのは確かだろう。武芸と馬術が得意というそれまでの側室にはないところが気に入ったのかな。確かにそれもあるかもしれないな。ただ息子を失ったばかりだから、子供を産める側室が欲しかったって思いもあったかも。で、何それ？側室の大きな役目は後継ぎの子供を産むことだ。だから家康の側室は割と未亡人で出産経験のある女性が多いんだ。そう考えると阿茶の局もドンピシャだろ。二人の子供がいて未亡人で。確かに。それで阿茶の局と家康の間には子供ができたの？それが残念ながらいないんだ。家康と秀吉が戦った1584年、天正12年の小牧・長久手の戦いに阿茶の局も家康に帯同したと言われている。ただその時お腹の中に家康の子供がいたらしく、流産してしまい、その子供の産めない体になってしまったらしい。妊娠しているのに馬に乗って出陣しちゃダメだよ、おとなしくしていなきゃ。徳川家康との間に子供を授からなかった阿茶の局が、徳川家康から特別な待遇を受けていたのは、その能力が抜きん出ていたからに他ならない。一体どんな能力があったのか、すごく気になるな。阿茶の局が担っていた役割の一つが、徳川家康が着用する装束の手配だ。他国の使者や代表に会うことは、戦国大名にとって政治的駆け引きや交渉を行う重要な場面だ。その時に身につける装束によってどれほど重要な場なのか、また相手をどのように見なしているかがわかる。そうだね、今も大事な人に会うとか大事な席に出席するといった場合、何を着ていけばいいか考えるもんね。徳川家康の考えや相手との政治的な関係を読み、それに最も合った装束を選ぶことができる阿茶の局は、徳川家康にとってなくてはならない存在だったようだ。現在だとセンスのいいスタイリストってところかな。また阿茶の局は家康の世話をする奥向きの仕事以外に祭り事も任されていた。すごいな、阿茶の局って。女子は黙っとれと言われず、男性と一緒になって祭り事をするなんて、本当に現在でいうバリバリのキャリアウーマンで仕事ができる社長秘書兼愛人っていったところだね。そうだね、そんな阿茶の局が得意としていたことが、敵対していた武将との間を取り持つ仲裁役だ。現在でいうネゴシエーターか、映画なんかでよく見る。かっこいいな、阿茶の局って。その中でも
阿茶のつぼねにとって最大の出来事になったのが、1614年、慶長19年、徳川と豊臣が対峙した大阪冬の陣での講和交渉だ。この合戦では、両軍ともに早くから和睦を模索しており、この時、豊臣方で交渉を主導していたのは、豊臣秀頼の母、淀殿だった。そこで、徳川家康は、女性同士で話すことが得策であると考え、大阪の陣所に阿茶のつぼねを呼び寄せ、徳川秀忠や本田正信らと共に、協議の場を設けた。すごいな、トップ会談に呼ばれて、会談に参加するなんて。その結果、阿茶のつぼねは交渉相手として、淀殿の妹、上皇宇院、通称、初に白羽の矢を立てて、戦火の中にある大阪城に、鹿野で乗り込み、上皇院に、和議のため豊臣側の代表となるように説得したのだ。このような経緯を経て、豊臣側は上皇院と淀殿付きの大倉京のつぼめ、徳川側は本田正信の嫡男、本田正純と阿茶のつぼめが会談に臨んだんだ。そして、和平交渉が実を結んで講和が成立した。すごいな、阿茶のつぼねのお手柄だね。しかし、このまま戦が終わるとは誰も思っていなかった。もちろん、家康もだ。で、どういうこと？生前、秀吉から大阪城がいかに難攻不落の城か聞かされていた家康は、当初から講和に持っていくつもりだったと言われている。家康は、豊臣秀頼と淀殿の身の安全と本領の安堵、豊臣に組みした浪人たちの罪は問わないなどの条件と引き換えに、大阪城の本丸を残して、二の丸と三の丸を破壊して、最大の障壁であった総堀を埋めてしまった。その結果、難攻不落の大阪城は籠城できなくなり、年が明けて再び勃発した戦いで、大阪城は落城、ここに豊臣家は滅亡して、徳川家の支配は確固たるものになったんだ。1616年、元和2年に、徳川家康が亡くなると、阿茶のつぼねは徳川家康から賜った大門2000両で、運行院と称する寺院を創建。自分自身も剃髪して仏門に入ろうとした。しかし、徳川家康の遺言で、彼女は政治の世界へと留め置かれた。側室の中で唯一、剃髪を許されなかったのである。で、どうして？家康が、秀忠には阿茶のつぼねの政治力がどうしても必要だと判断したからだと言われている。そして、やはりというか、家康の目は正しかった。1620年、元和6年、秀忠の御女、政子が、後水のお天皇に嫁ぐことになった。この政子に随行したのが、阿茶のつぼねであった。その後も阿茶のつぼねは、政子の解体、出産の度に上洛し、尽力する。結果的に、阿茶のつぼねは、皇后の義母と同じような立ち位置に。そのため、官位も、11位。これは、臣下の女性としては最高位にあたるものだ。すごい、よくわからないけど大出世を遂げたってことか。そして、1632年、寛永9年、秀忠が死去した後、ようやく剃髪を許された。そして、三代将軍徳川家光にも厚遇され、1637年、寛永14年、静かにこの世を去った、大往生の83歳、家康の死後、21年も生きた阿茶のつぼねであった。このシリーズでは、日本の歴史に大きな影響を与えた出来事や人物について、優しくわかりやすく伝えていきます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。